ダイキン工業ですけども、空調機の方を生産しているメーカーになっておりまして、堺製作所の方では、業務用の空調機を生産しております。部品も非常に大物の部品の搬送の機会が、多い工場になっています。我々堺製作所の方では、多品種少量生産の方をに取り組んでいるんですけども、工数をいかに平準化していくかというところが課題になっているわけなんですけども、いろいろと改善活動を試みてまして、負荷の低いラインから負荷の高いラインへ部品を搬送するという、搬送をいかに改善していくかというところで今回導入を検討した経緯になっております。今回搬送を行う部品なんですけども、重いもので32キロ程度あって、持ちにくいものでして、2人作業で乗せ替え作業を行っていました。日に大体100回ぐらいの乗せ替え作業が発生していまして、で1回あたり大体120秒ぐらい搬送にかかってしまってたというのが現状です。でまず一つ目は簡単にルート制御ができるということで、動きの制御をExcelのシートで、手軽に、動作制御がまずできるということと、オプションの機能のところも充実してまして、できるだけその面積を最小限に抑えようと思ったら、その場の旋回ができたりだとか、そこら辺がメリットありました。あとその内作する設備とのやり取りをする必要があったの でやり取りをする機能として、赤外線通信も、キーカートの方ありましたので、台車側と、キーカート側で赤外線通信を行って、でその品物が今乗っている状態であるとかを確認して、で発射信号を、キーカート側に送ってあげるという、その発射制御も行ってます。キーカートが走行するルート上にモートラが走行してないことを確認して発射させるであるとか、そういったところの制御の方も行ってます。費用的にもコストパフォーマンスが高くて、で費用も抑えれると。完成車での納入になるんで、改善コースの削減というところでも非常にメリットがありました。担当の方がすごい割とこまめにいろいろと対応していただけまして、非常にいい対応をしていただきましたんで、とても助かりました。多品種少量生産で生産していく上で、ただ単に部品を運ぶだけではなくて、生産情報に基づいてIT と駆使でして、そういった形でその部品搬送にと絡めて改善がしていけたらなというふうに思ってます。